田君、はい、いいですか、はい、どうぞ、どうぞ。翼選手の自転車です。僕もカローラです。カローラ、はい、どうですか。これは何ですか。これはミクちゃんです。ミクミクです。ミクちゃんっていうのは、いや、初音ミクですね。はい、かっこいいですね。すごいかっこいい。イタシャですね、はい、俗に言うミクちゃんで、はい、自分を癒しながら走ってるんですね。走ってます。これ、あの翼選手、はい、どこが一番お気に入りポイントですか。はい、やっぱりあれですね、いつもこう見えるんで、この辺が、はい、あ、この辺が、この辺、この辺が、はい、ミクの、はい、ここ見ながら、こんな感じで見てますこう、こう見てます、はい、まあ、いい顔で、はい、うん、まあ、リラックスして見ると、ミクちゃん見ると癒されて、癒されるんですか。はい、そうですね、はい、ちょっと、はい、最近はちょっとセナちゃんのように、はい、競争行ってるんで、はあ、頑張って、はい、本当にチームスピード優勝してください。はあ、ありがとうございます。頑張ります。輝いてください、とりあえず。はい、あんまり輝かないで、はい、輝きます。ありがとうございました。ありがとうございます。います。さあ、小島選手、はい、ここからの競技は何て競技なんですか。チームスプリントです、ね、チームスプリント、はい、さっきはスプリントです、ね、スプリント一人でやってましたね、はい、どう違う。これはチームスプリントって、はい、3人1チームで3周を交代し、はい、交代するんですよ。先頭が1人ずつ抜けていくんですね、はい、で最後の3人目のタイムを競う。そう、あ、じゃあ何ですか、こう3番こう3人並ぶんですよね。で1人ずつ1周に交代していくんですよ。一番前の人がいなくなる。いなくなる。一番前は空気抵抗がすごい強いんで、はい、空気抵抗を軽減しながら3人で3周のタイムを競う、うん、今スタートしましたけど、これ作戦的にはじゃあ一番前の人は もちろんダッシュが一番スタートが速くなると困りますので、はい、スタートが速い、はい、で中間の選手はそのスピードを殺さず3走目につなげなきゃいけないので、はい、スピードがありながらも、はい、そこそこ加速できる力がある人、で3走目はそのもらったスピードを維持する、はい、持久力に優れた選手が選ばれる方ですね、はい、うん、今1人目が抜けて、そして今2周目の2人目が抜けようとしているところですよね、はい、で3番目に、ね、力がある選手だったら踏み直して逆転もありますし、はい、だけどもう前が垂れてきてスピードが落ちてくると、はい、もう巻き返すことができないとかね、うん、その駆け引きもあるんですよ。やっぱり1走目がやたら速くても2走目3走目がついていけなくて、はい、空気抵抗もらっちゃうんで、それも困りますから、うんうん、これはあれですよね、オリンピック競技にも、ね、そうです。これが前回のね、世界選手権で日本チームが4位になって、はいはい、ロンドンオリンピックの切符を取って、うん、でロンドンの正式種目として日本チームとして出れるんですけどね、はい、でなおかつ、伏見選手と長塚選手と、はい、井上雅樹選手でメダル取ったのもこの種目ですね、うん、じゃあ日本は結構、そうですね、結構なんだかんだ言いながら、ね、こうやってさっきもピットの中でね、はい、みんな喋ってたけども、うん、家の家族にいるよりも、はい、多分多い時間をみんな過ごしてるんで、はい、競輪場で、はい、そうですよねそういう意味では仲がいいから、はい、パッと組んでも成果が出せるというか、違う県で組んでもってことですね、はい、すごいですね、うん、まあ、チームチックが優勝したんであそこ騒いでますねどんだけっていう、上げとこみたいな。今度エキビジョンのタンデムが出ましたね。あ、タンデム、これはパラリンピックの正式種目の 1000m タイムトライアルの日本代表選手が、はい、まあ、その中にはさっき言った、はい、パイロットに伊藤康弘選手がいるんですけどもね、はい、ケニー選手で頑張ってる、ね、前を走る人がパイロット、はいはい、後ろに走る人はストーカーそうですっていうらしいんですよね、そうです。なんか普通に聞くとえストーカーって思うけど、さっきなんて言ったんでしたっけ。父はですそんなわけねえじゃんみたいな。またこれもね、はい、さっきね3人で 1000m 走った時は1分2秒ぐらいで走ったじゃない、はい、で今度は2人で走るの、はい、これ2人だとどうなんですか。余計スピードが出るんですか。あのねスタートが、はい、まあ、2人分体重もかかってるし、はい、でギアも重いんですよ2人分だから、はい、だからすごいスタートも遅いんだけど、はい、後半のね追い上げがすごいですよ。
ギャーンって伸びていって、やっぱりこう2人で踏んでる分パワーも倍なんですよねと思うでしょ、はい、あんまりにも前が強すぎると、はい、後ろの人がついていけなかったりするんで、後ろの人に合わせると遅くなったりするし、はい、後ろの人が調子が良くて前の人が調子悪かったりとかすると、はい、また遅くなっちゃうし、はい、本当にこれコンビネーションが大事で、でスタートの時に遅いじゃないですか、はい、スタートの時に踏むのも声かけだってスタートするんですよ、せーのせーのみたいな感じで、はい、まあなんていうか伊藤君はなんて言ってスタートしてるか分かんないですけど、じゃあもう同じ、さっきのチームスプリントじゃなくてチーム力なんですね。そうです、同じ速さ、はい、同じスピード、回転で回さないと、はい、だからそういう意味では、うん、もしも前と後ろの人がギア比が一緒じゃないと足の角度が変わったりして追いつかなくなっちゃうんです、はい、だからギアも前と後ろ同じにしてあるんですよ、はい、だから前の人が重いのが好きとか、はい、後ろの人が重いのが好きとかそういうわけにいかないんですよ、本当に2人のコンビネーションなんで同じギアでいかなきゃいけないんで、でまたねコーナーホイールベースも長いんで、はい、コーナーがすごいねじれるんですよ、自転車が前と後ろがぐにゃってねじれるんで、はい、後ろむっちゃんこ怖いんですよ、だけど、はい、逆に言うと前は今度コーナーの立ち上がりでギュンと起こされるんで、はい、後ろ寝てるのに、はい、いやってねじれるんですよ、すっごい怖くて、お、始まりました、始まりましたね、はい、スタートがね、あの 1000m タイムトライアルの1人で走る時よりも若干遅いんですよ、やっぱり2人分だし、重いしね、なんかこう、あ、のんびりしてるなと思って、結構ヘッコヘッコヘッコっていくんですけど、はいはい、サイクリングみたいないや、そこまで遅いですこっからむちゃくちゃ、だから2人でガーンと伸びていくんで、はい、早いですよ、はい、でも加速しっぱなしですよね、はい、だからコーナーの入り口もスピードに乗るんで、はい、まあ、車で言ったらアウトインアウト、はい、一旦若干膨らんでから3コーナー入ってくるんですよ、はいはい、そうやってコースに G をかけてスピードの落ちないようにしてるんですよね、はい、それがコーナーも踏んでますもんね、はい、ガンガンだからもう踏み切りなんですよね、はい、それがパイロットの役目だし、はい、後ろはそれをもう本当に押してあげるような、はい、本当にエンジンみたいな役割をしなきゃいけないし、はい、もう本当に体を振ってますけど、はい、空気抵抗を後ろにも流れるように行かなきゃいけないんで、すごい結構大変なんですよね、はい、あ1分5秒出ましたね、はい、すごいすごい、だからやっぱりスタートがちょっと重かったのもありましたけど、はい、かなり良かったと思いますよ、ロンドンでのパラリンピックこの2人の活躍にね、パラリンピックね、パラリンピックもね、日本代表が出るんで ねぜひ応援したいですよ ね、あまりこう、はい、オリンピックってね、はい、本当のオリンピックが終わっちゃうともう、うん、あまり見ないじゃないですか、はい、でもやっぱりね、障害者の方も一生懸命こうやってスポーツを ね頑張ってられるので、ましてやね、この種目パラリンピックで世界チャンピオンになってるんですよ、はい、昔日本チーム1000m で、はい、まあ、もう1回抜かれましたけど、前の世界記録の保持者も日本人だったし、はい、その時に伊藤君乗ってるんで、はい、まあ、これから、ね、どん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 合宿とかしていって、はい、期待できる種目だと思います、